なんかこういう芸人さんいらっしゃいますよね。どうもジョージアルヒの野口です。皆さんジョージアって言ったらなんだと思いますか？あ、違いますね。まあいい線いってますね。あー、とてもいいです。非常にいい、ほぼ正解ですね。そう、民謡とかね、民族舞踊があるってことは楽器があるわけですよね。この国の文化を日本の皆様に伝えるっていうのがね、私がこの世に生かされている理由でございますので、今日はね、そんな大切な文化の一つ、ジョージアの民族楽器を紹介していきたいと思います。まあ、どうやって紹介するのかと言いますと、博物館に行ってまいります、奥様と。あ、くれぐれも言っておくんですけど、デート Vlog とかじゃないですかね。文化を伝える大切なお仕事です。そこのとこ絶対に間違えないでください。それではやっていこう。なんか久しぶりにヘアセットしたよ。外出るからね。ちょっと待って、まゆみさん、まゆみさん、ポポポポポポ、やっぱ博物館行くし、ちゃんと発声練習しないとね。はい、やっていきましょう。はい、お願いします。博物館発声大事だからさ、ちょっとやっとこれで博物館行けるね。マドノバー、あー、ラプリーズ。何これ、耳じゃない？腎臓。腎臓、え、ちゃうか、なんだろう。いや、これがね、俗に言うオールドトビリシ、温泉街なんですよ。実はトビリシというのは、こちらがアバノクバに有名な温泉ですね。あれがもうちょっと近づいてみよう。大興奮の奥様でございます。まあね、僕もあんまりこっちの方来ないんで、まだジョージアの温泉我々体験してないんで。あ、僕は知ってますけど、なんか観光地って感じの、このいい感じですね、この絵が。今日の目的地はここじゃないんですけど、この近くに博物館がございますので、今日はそちら行ってきます。なんかものすごい分かりにくいところにありましたんで、ちょっと行ってまいります。一大事が発生してしまいました。なんとあそこまで行って博物館はやってませんでした。さすがにね、このまま終わるのが悲しいので、楽器屋さんの方にね、行ってみたいと思います。奥様がかわいそすぎるので。エントランスのおじさん怖かったね。そんな強く言わんでもね。苦し紛れに来た店にめちゃくちゃあるっていう、すごいプロショップですね、これは。やったね。じゃあね、サラムリっていう笛、ということでございまして、なんか一瞬ね、ちょっとミュージアムやってないじゃんってすごいへこみそうになりましたけど、なんとゲットできましたね。でん、ででん、こちらサラムリっていうジョージアの伝統楽器、笛ですね。練習用とプロも使うような仕様のもの、購入してまいりました。よかったね。運指標とかも探したりしてるので、上手になったらね、ダンスとコラボして笛を吹いて
私が踊ってなんかそんなこともやりたいなと考えておりますので、ぜひぜひ高評価とチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。それとね、動画じゃない日常的なことは Twitter で発信したりもしておりますので、そちらのフォローもしていただけたらとってもありがたいです。それとね、メンバーシップ募集しております。ぜひぜひそちらも概要欄からチェックしてみてください。それではまた次回、バイバイ。ちょっと単身吹いてみよう。ああ、吹き方も全然わかんない。練習してまいりますので、これから。意外に長い旅だったね。余談なんですけど、今日はね、国際女性デーってことで、奥様にブレンダーをプレゼントしました。ドイツ製。これでね、料理の幅が広がっちゃいますね。それではまた次回。